パリゴリンで8月5日に実施された体操女子種目別床決勝での順位変更が騒動を巻き起こしている。ドラマ相次ぐパリゴリンの引き込む後もお厳選フォトでチェック。決勝戦では一度、ルーマニア代表のアナバルボスが13.700点で銅メダルを勝ち取ったと思われたが、 13.666点で4位だった米国代表のジョーダン・チャイルズの技の難易度に関する採点の見直しが米国側の抗議により行われ、チャイルズの得点が13.766点に変更。バルボズをわずかに上回ったことでチャイルズが銅メダルに輝いた。しかし、その後、ルーマニア側の意義申し立てが行われ、スポーツ仲裁裁判所、CAS、 が、米国側の抗議のタイミングが規定の時間である1分を過ぎていたとの裁定を下した。これにより、国際体操連盟、フィム、はチャイルズの銅メダルを取り消した。チャイルズは5位に下がり、バルボスが銅メダルを獲得することになった。この裁定に米国体操連盟は反論、証拠の映像をもとに CAS に訴えたが、裁定の見直しは行わないこととなった。これを受けて、 米連盟側はスイス連邦祭に上訴する意向を示している。事態は泥沼化の様相を呈しているが、この状況に心を痛めたのは当事者だけではなかった。同じく種目別床で金メダルを獲得したブラジルのレベッカ・アンドラーでは米スポーツメディア、エッセンシャリースポーツ、の記事内で、今回の騒動について、めちゃくちゃよと嘆いている。さらに、 どんな結末になるかはわからないけど彼女たちは控訴を求めたから、起こっていることを全て見直すことができる。でも、フィグがこれをどう解決するのかは本当にわからないとコメントしている。当事者ではナイアンドラーデが不満を示すのも無理はない。今回の騒動で五輪史上初めて黒人選手が体操競技で表彰台を独占した快挙が幻となってしまったからだ。 今大会の感動の場面の一つとして話題になったのが、アンドラーデが表彰台に立つ直前に銀メダルを獲得した米国のシモーネ・バイルズと、銅メダルのチャイルズの二人がひれ伏すようなポーズをとって、女王を称えたシーンだった。アンドラーデはこの時のことを回想し、センセーショナルだった。私にとっても特別で重要な瞬間だったわと答えている。そして私たちにとっては、 三人の黒人女性が多くのことを代表していた。それはとても特別なことで、歴史的なことで、今までになかったことだった。だから、私だけのためにお辞儀をしたのではなく、すべての少女たち、女性たち、そして、それが可能であることを示すために懸命に戦ったすべての人々のためにお辞儀をしたのだと思うと付け加えた。 快挙達成の瞬間を象徴した三人の姿は幻のシーンとなったが、騒動の決着は未だ終わりが見えていない。